代表的な地域玩具といえば、はい、ちょっと待って、その子育てナウ。今日お伝えしたいのは、例えば街の中でですね、はい、抱っこ紐で赤ちゃんを抱っこしてるお母さんとかよく見かけませんか？そうですね、やっぱ電車の中では特に見かけるかなと思います。なかなかまあベビーカーで移動できるとかっていうのも難しかったりするし、まあ、イクメンパパなんかはパパもこう抱っこ紐で、はい、家族でお出かけしてる姿もね、いると思うんですけど、はい、実はその抱っこ紐なんですけれども、はい、はじめまして、一般社団法人輝きベビーアカデミー代表の伊藤美香です。皆さんこんにちは、女優の佐藤美久です。さて今回から始まりました輝きベビールーム、この番組は長年の幼稚園教諭での経験を生かし、これからの時代に必要な教育法を確立した全く新しい乳幼児教育のカリスマ先生、伊藤美香さんがこのラジオ番組を通して実際に子育てに悩んでいる全国のパパやママに届けたいというコンセプトの子育て支援番組です。ラジオをお聞きの悩める新しいパパママに向けて、乳幼児教育カリスマ伊藤美香先生が過去の豊富な経験事例やエピソードをもとに分かりやすく解説していただき、いろんな生活の中でのヒントをお伝えしてまいりたいと考えております。はい、はじめまして、一般社団法人輝きベビーアカデミー代表理事の伊藤美香です。私は小さい頃からみんなが幸せになったらいいなと思ってきました。そんな中、幼稚園教諭そして保育士として子どもたちと出会う活動をしてきましたが、一番心の純粋な子どもたちに出会う中で教えられることがたくさんありました。そんな中で自分の経験を一人でも多くの新しいパパやママに向けて活動してまいりましたが、これからは未だお会いできていないラジオを通して少しでもパパやママの方々にサポートをできればと考えています。佐藤美久ちゃんの力も借りながら頑張ってまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではまずは伊藤美香さんの略歴をご紹介させていただきます。伊藤美香さんは神奈川県のご出身で、ご自身の子供さんがモンテッソーリ教育の幼稚園で素晴らしい成長を遂げたことに感銘を受け、モンテッソーリ教師の資格を取得。このモンテッソーリ教育とは、公益財団法人才能開発教育研究財団日本モンテッソーリ教育総合研究所のサイトによりますと、子どもには自分を育てる力が備わっているという自己教育力の存在が前提であると提唱されているもので、この実践として保育園幼稚園勤務26年、また輝きベビーアカデミーの事業などを通して約2万人以上の親子と関わってらっしゃった、日本におけるモンテッソーリ教育の第一人者のお一人でもいらっしゃいます。現在自身のスクールを運営、ママ向けの子育て講座やインストラクター養成講座を開催されてらっしゃると同時に、保育園幼稚園の教員向け指導を行うために全国を飛び回っていらっしゃいます。そして、伊藤美香さんと一緒にこの番組輝きビビールームを進行してまいります私佐藤美久は、普段は女優としてドラマや映画に出演参加させていただいております。そしてここ市川うらら FM さんで、佐藤美久の女優度誠の間という番組でもレギュラーパーソナリティとして出演させていただいておりますので、この番組同様にぜひお聞きいただければと思います。なおこの新番組輝きベビールームは再編集映像配信版として放送後約1週間程度で、YouTube にアップしていただきますので、ぜひ輝きベビールームで検索していただきますようお願いいたします。それではまず初めのコーナーは、こんな時どうする Q&A のコーナー。このコーナーは子どもたちの何気ないいたずらや行動の中に隠された能力や要求を、日々の事例や思わず大人が叱ってしまう可能性のあるケースについて、具体的な事例をもとに伊藤さんがその研究と経験をもとにご説明いただくコーナーです。それでは早速美香先生お願いいたします。はい、そうですね、よくいただくご相談なんですけれども、はい、なかなか子どもが片付けないとか、
公園から帰るのを嫌がって、やだ帰りたくない、はい、とこうダダをこねられる、はい、まあ、どうしたらいいですかというご質問がねとても多いですね。はい、はい、でそのままお子さん帰りたくなかったり、うん、こう片付けできないっていうお子さんのなんか心理というか、まあ、行動とか理由っていうのがあったりするんですか。はい、お子さんの中でもとてもあのストーリーを持って、はい、こうイメージをしてながら遊んでいるんですね、はい、なのでまだまだ次の展開をこう、はい、頭の中で想像して、はい、次に何やろう、こうしたらああしたらっていっぱい考えて遊んでいる、はい、ように思います、はい、なのでその遊びをいきなり中断してしまって、さあ帰るよと言われても、いやこれからまだこれもしてあれもしてというようなイメージをして遊んでいるので、それはないよって子供にとってみればちょっと待ってよということですね。いやまだまだ遊びたいって思ってしまうのは当然なのかなと思ったりもします。なるほど、まあ、そのお子さんにとってこうなんかしつけをするポイントであったりとかってありますか。はい、まずそのお子様の気持ちをこう代弁して言葉にしてあげるっていうことなんですね、はいはい、そうか、まだこの電車で遊びたかったんだね、この電車つなげて、はい、その場でずっとこれ遊んでたもんね、楽しかったねっていうような形で、はい、今やっている遊びの世界を一緒に共有する、うん、共有っていうことなんですね、はい、そうするとお子様は自分の気持ちを分かってくれた、うん、ということで、はい、すごく精神的にも穏やかになって落ち着くことができます、はい、でその後ですね、はい、お母さんが、はい、まあ、その、共有した後、はい、じゃあもう帰ろうかって、はい、次の行動に促してあげると、うん、一旦は心をね共有してくれたので、じゃあママの言うこと聞こうかなって次のやることに向かっていけるようになります。お子さんも落ち着くということです ね、 そうですね、教育することによって、はい、なるほど、なんか初めて聞くことがあってそうですね、はい、大抵はもうしつけってやらせなきゃいけないから、そうです、ね、もう早く帰りますよって、こう腕を引っ張ってるお母さんのイメージ結構ありますけれども、強制して帰らせちゃうんですけど、それだと逆効果だし、はい、いつも子どもは言われて仕方なくこうやることになりますよね、はい、でも一旦共感してもらって、はい、それから帰ろうかって言われると自分で納得して片付けができるようになります。一番やっぱ共感が大事ということなんですかね、はい、ありがとうございます。いかがだったでしょうか。意外なところお子さんの行動に成長のヒントがこう隠されているのではないかと改めて思いました、はい、美香先生ありがとうございました、はい、以上こんな時どうする Q&A のコーナーでした。知育玩具今昔、続いてのコーナーは知育玩具今昔ということで、我々が知っている昔からの知育玩具と最新開発の知育玩具との違い、今の子育てに必要な知育玩具について情報を提供していくコーナーです。そもそも知育玩具とは、幼児や児童が知能的発達を促進する玩具、または幼児や児童の学習の助けになる玩具のことで、いわゆる教材が知識を増やすために用いられるのに対し、知育玩具は考えることや表現することを通じて知能全般の発達を促すことを目的としているそうです。まずは美香先生、今回1回目ということで、はい、昔からの知育玩具について代表的なものを一つご紹介いただきますとともに、その効果、目的についてもお話しいただけますでしょうか。はい、昔からのやはり代表的な知育玩具といえば、はい、積み木を今回ご紹介したいと思います。懐かしいです、はい、誰もがやはり積み木に触れて遊んだ思いがあるかと思います、はい、この積み木はすごく知育玩具として素晴らしいものなんですね、はい、今の玩具っていうのは本当にボタンを押すと音が鳴ったりとか、はい、素晴らしいものもたくさんあるんですが、この積み木は、はい、とてもシンプルなのに知的な要素がたくさん組み込まれています、はい、そして4ヶ月5ヶ月の赤ちゃんでもこの積み木遊びができるんですね。そうなの、もう4ヶ月から。そうなんです。例えばまあ、小さめの積み木を4個5個積んで、はい、うん、そして親が崩してみせる、これをこう目の前でやっていると、はい、だんだんクイって見るようになります、で、あ、こう
うやって積み木を崩すんだっていうのが分かってくると、はい、そのうち手が伸びてきて、はい、でまだこの指が使えないので、はい、つまむことはできないんですが、こう手がねだんだんこう全体で手を出してこう崩すでやり始めるんです。もうそれを見るときにはもういやもう私たちもね感動してしまいます。見て真似るっていうことがもうすでにその頃からできるようになるんですね。なるほど。もうその瞬間成長が分かるってことですね。そうです。あ、手全体でもこう積み木遊びでできるんだっていうのを覚えるともっともっとやりたくなるんですね。 なのでそこで横に並べてみたり、はい、縦に積んでみたり、積み木でいろいろなお家や形を作って見立ててみたり、はい、まあ、それを周りの大人や、まあ、お兄さんお姉さんが見せていると、はい、だんだんこうやってやるんだって分かって真似するようになるので、はい、とても積み木遊びは単純だけれども、うん、自分で考えて遊べるようになる道具なんですね、はい、でこれを、並べたり積まったり、はい、崩したりそして2つで持って音を鳴らしたりといろんな遊び方ができるので、はい、まあ、本当に手先を器用にしたり、はい、それから積むっていうのもバランス感覚なので、なるほど、非常に集中力使います。かなり集中しないとそうこうそっと積むことができないので、この積み木を通して、集中力っていうのもね養うことができます。でこれ赤ちゃんだとやはり小さいところにもつながるので、はい、やはり口の中に入らない程度の大きさのもの、なるほどなるほど、それから舐めてしまうので、はい、材質には安全面を気をつけながら口に入れても安全な、お米でできた積み木というのも今はあるので、すごいこんなのおすすめかなと思います。なるほど、ありがとうございます、はいはい、やっぱり身近にあるものすごい大事なんだなっていうふうに感じました。いかがだったでしょうか。やはりいろんな玩具にもこう歴史ありですね。まさに温故知新かもしれません。以上チーク玩具今昔のコーナーでした。ミクのパパとママへのおすすめソング。さて続いてのコーナーはパパとママへのおすすめソングということで、歌詞などに子育てや子供へのメッセージなどが入っている楽曲を、私未だ独身で、ちょっとママになる予定はかなり先かもなんですが、新しいパパやママにセレクトさせていただいた楽曲をご紹介させていただき、毎月2回放送ともかけさせていただくコーナーです。今回はキロロさんの未来へを選ばせていただきました。懐かしいですね。ご存知ですか。ちょっと歌ってみてください。はい、ほら足元を見てごらん、これがあなたの歩む道です。いいですね、はい、こういう、多分皆さんご存知の方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、本当に素敵な曲 でこの未来へ、この未来って実は私、佐藤ミク、ミクって未来って書いて、本名未来って書いてテーマ曲ですね、はい、ミクって呼ぶんですけれども、はい、まあ、本当に自分の名前が入ってるって、今ちょっとこう親近感も湧くちょっと曲なんですけれども、ね、はい、でこの楽曲結構こうお子さんがお母さんに宛てた曲でもあるんですけれども、うん、でもところどころに、今私が歌わせていただいた部分ですね、ほら足元を見てごらんのところはちょっとお母さんがこう娘に対してこう諭しているような感じがあって、うん、やっぱ今も卒業ソングとかで歌われたりすると、うん、やっぱジーンとくるものが感じて泣けますね。はい、そうですね。でもこうお母さんに向けてなんですけど、全然こうお父さんに向けても歌ってもいいんじゃないかなっていうふうに私も思っております。ミカ先生、何かこう歌であったり映画とか例えばドラマとかってご覧になられますか。そうですね、最近ハマってるドラマがありまして、はい、もう終わってしまったんですけども、はい、恋綴、あ、恋は続くよどこまでもですねはい、もう佐藤健さんがかっこよくてですね、ハマってしまいましてそうなんですね。でもミクさんも、はい、現場に、はい、参加させていただきまして、はい、ありがたい、事故現場とか、あ、そうですね、はい、ました、ありがとうございます、はい
すごい、そこからこう佐藤健さんめちゃくちゃ調べたりとかされてるそうで、あの相手 の, あの女優さんの上白石、はい、はい、上白石さん、はい、はい、もうすごい可愛いなと思って、はい、なんか本当に相手役としても憎めない、はい、すごくなんか純粋な方で、いろいろ YouTube とかを見ていると、はい、あ、なんかこう優秀な方なんだなとか、はい、あの結構帰国子女で、はい、英語も堪能でみたいなね、はい、お話を見ながらなんかすごく憧れて見ていました。あ、そうなんですね、はい、私も現場でご本人を目の前にしまして、でお二人、結構なんかこう兄弟なのかなっていうぐらい の,、こうあの佐藤健さんが上白石さんに向けてちょっとこうした方がいいんじゃないかっていうのを二人でお話しされてらっしゃるところを見ると、あ、すごいな今見て、まあ、本当生の現場先輩の感じがさすがだなというふうに私も身を締めて感じました。結構撮影 の, その裏話が知りたくて YouTube とか調べちゃいました。そうなんですね。やはり普段のねお二人の様子とかをなんか見たいなと思って、今回ばかりはかなりハマってしまいました。ああ、そうなんですね。他にもなんかハマってるものとかありますか？そうですね、今テレビドラマにとにかくハマっているので、前回で言えば春、その女の人が活躍するなるほどとか、今度4月から放送される、はい、スーツ、あ、そうですね、あれもめちゃくちゃ女の人が活躍するっていうところで、そういうものにすごくね憧れるみたいな、なるほど、またこういう話聞かせてください、はい、ぜひありがとうございます。ちょっと待って、その子育て NOW。改めまして、今お聞きの番組輝きベビールーム、担当は伊藤美香と佐藤美久でお送りしております。続いてのコーナーはちょっと待って、その子育てナウのコーナー。このコーナーは従来より正しい重要だと言われていた子育ての方法には、実はこんな大きな落とし穴があった、実はこんな大きな問題点や危険性をはらんでいるなどの現代のしつけや子育ての間違っていると思われているものについて、現代の住宅事情、家族構成、文化風潮などと照らし合わせながら分かりやすく紹介解説いただくコーナーです。それでは美香先生、お願いいたします。はい、今日お伝えしたいのは、例えば街の中でですね、はい、抱っこ紐で赤ちゃんを抱っこしてるお母さんとかよく見かけませんか？そうですね、やっぱ電車の中では特に見かけるかなと思います、ね、なかなか、まあ、はい、ベビーカーで移動できるとかっていうの難しかったりするし、まあ、イクメンパパなんかは、はい、パパもこう抱っこ紐で家族でお出かけしてる姿もね見ると思うんですけども、はい、実はその抱っこ紐なんですけれども、はい、やはり抱っこ紐だけをこう使ってしまうと発達に弊害があると言われているんですね、はい、そうなんですか？そうなんです。抱っこ紐、はい、とても便利なんですけれども、ね、よく赤ちゃんを見てみると、はい、視線がお母さんのこう胸のあたりだけになっちゃうんですね。あ、確かにそうですね、結構密着度もやっぱ多いですもんね。なのでその赤ちゃんがこうキョロキョロし始めるときに、はい、こう一生懸命この首を振って横に振って、うん、まあ、反り返るようにして見てるって見たことないですか？あ、確かに結構反り返ってる赤ちゃん大丈夫かなっていうぐらい、はい、ちょっと心配になっちゃうぐらいですけども、はい、赤ちゃんの体って柔らかいので、はい、まあ、一生懸命こう今日いろんなところを見ようと思って、うん、こう反り返ってるうちに背中がどんどん反り返ってきて、はい、体型的にも結構こう湾曲しちゃうんですね。なるほど。でその赤ちゃんを、はい、まあ、例えばうつ伏せ人にした時に、はい、実はその手と足が上がってしまうんです、はい、背中が反り返っているので癖づいてしまってるってことですね。そうなんですね。昔はよくおんぶとかで、はい、こうお母さんの背中に、ね、はい、おんぶされていたと思うので、背中はどちらかというとこう C カーブ、確かに、なんですけれども、はい、今のお子さんってのはこの背中が逆になってしまうんですね。そうするとやはり手足が上がってしまって、はい、こうずりばいしようと思っても足が蹴れないんです。あ、浮いてしまっているからってことですか？なのでお腹だけがこう床に当たってる状態でもう、うんうんって苦しんで、そして苦しくって泣くので、 あ、これ苦しいのねって言ってまた抱っこしてしまうという、なんか悪循環が起こってしまっているお子さんが結構増えてきているかなというふうに感じます、はい、
それとあとはあの結構握るっていうこともしないと、はい、赤ちゃんってこうキュッて刺激を手に与えられると、はい、キュッて握るんですね、はい、でそういう刺激与えられないと握るっていうことができなくなるんですけれども、握るっていうのができると今度次はね離すという段階に移行するんですね。こう順番があって、はい、握るっていうことをされていないと、いつまでもこう手のひらを開くということにならないので、はい、ハイハイするときにグーのままハイハイしている子も最近増えています。そうなんですか。なので本当その発達に沿ったちゃんとした刺激というかアプローチを受けないと、子どもの発達っていうのはいろんなところで弊害が見られることがあるというふうに言われているんですね。はい、でその3歳までの脳っていうのは神経の細胞がどんどんつながって回路ができていって、はい、だいたい3歳までに 80%、そうなんですか。6歳までには 90% の脳の神経細胞がまあ出来上がって回路ができていくって言われているので、この時期にちゃんと発達に沿った遊び方っていうのをまあしてあげるっていうことが非常に一生影響するくらい大事だと思います。結構もう短期間で脳のこう細胞が完成というか、はい、でゼリバイとかハイハイって実は体の体幹を鍛えることですごく大事なんですけれども、例えば上半身ですね、はい、あのハイハイやっていないお子さんが幼稚園ぐらいになるとこう長時間立っていられなくてすぐ寄りかかってしまったりとか、あ壁とかに、そうですそうです、あと机があるとすぐ机にこうもたれかかってちゃんとこう体を支えて座るとか立つっていうことができない子どもたちが本当に現場では増えているなっていうのをね感じていました。でその原因を探っていくとやはりこの抱っこ紐が影響していて、あのやはり子どもたちがこう抱っこ紐に身を委ねてしまうので自分の筋力がつかないんですね。自分で起き上がるとか、はい、もっと運動するっていう機会をねたくさん与えてあげてほしいなと思うので、あの長時間抱っこ紐に入れすぎないが大事かな。使っても大丈夫だけど、はい、ずっとっていうのはあんまりということですね。そうです、どうしてもねやはり使わないと、まあ、ベージュ生地だったり、お母さんも大変なので、あの昔はねおじいちゃんおばあちゃんが抱っこしてくれたり手伝ってくれる人もたくさんで、ね、いらっしゃったんですけれども、今は本当に一人で子育てをしなければならないので抱っこ紐どうしても必要だと思うんですよね。でも20分抱っこしたら、はい、抱っこ紐から下ろして、例えば床やソファーなどで解放してあげて、はい、体を自由に動かせる、こういうふうに気をつけて使っていただければ子どもの成長もどんどん促進されるかなと思います。やっぱ順番っていうのは大事なんです ね、 ですね、赤ちゃんの時からこの時期しっかり体幹を鍛えてあげないと、大人になってからやはり腰痛とか、あその肩こりそこまでつながってくるわけです ね、 ですね、影響してしまうとも考えられるので、ぜひ小さい頃の成長に合わせたアプローチっていうのはね大事かなと思います。はい、ぜひ皆さんもちょっと実践していただければなと思います、はい、ありがとうございます、皆さん、伊藤さん、美香先生のですね、いろんなお話、各コーナーでのアドバイスは参考になりましたでしょうか。もっと詳しく知りたい、美香先生のところで実際に勉強してみたいなどと、お考えの方はぜひ輝きベビーで検索してみてください。以上、ちょっと待ってその子育てナウのコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングが近づいてまいりました。今回から始まりました新番組輝きビビールーム、皆さん最後までお聞きいただきまして本当にどうもありがとうございました。この番組輝きビビールームは毎月第2、第4土曜日お昼2時30分からお送りいたしておりますので、ぜひ次回放送もお聞きいただければ嬉しいです。初めての放送でしたが、美香先生いかがでしたでしょうか。はい、もうミクさんに本当に助けていただいて、いやとんでもないですよ。まあ、でもすごく楽しくお話しさせていただきました。私もすごいあのやっぱ新しい情報が入ってくるとやっぱ楽しいです。はい、はい、ありがとうございます。そしてこの番組ではお聞きの皆様にご感想ご意見をぜひ送りいただければと思いますので、宛先をお伝えいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com 輝きビビールームまでお待ちしております。それでは輝きビビールーム、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は伊藤美香と佐藤美久でした。では皆様、この番組最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。